赤崎ごめんな。どうも東京挫折組です。お礼しです。今日の企画は、はい、花チューブナンバーワン決定戦。今日はですね、はい、チューブこれね4本用意したんですよ、はいはい、そこで今回は鼻に突っ込んでた。それで、はい、一番匂いのするチューブはどれなのかっていう、どっちのね刺激が強いかみたいなことですね。そうそう、あこの4本のチューブを、はい、ちょっとトーナメント制にして分けてですね、はいはい、最強の鼻チューブを決めると。なので、はい、もうデスじゃんけんじゃんけんぽいこれでしょ。しゃあ最初はグーじゃんけんぽん。わっしゃー、うわしゃー、マジでこれ全部やるんですか。そうですよ。いや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 、だからこれ3人の意味何なんですか。審判ですけど、やっぱ1人じゃダメですよ。やっぱいや1本決まったら最強がやってもらいたいっていうのありますよね。やっぱ最強の1本を最強だけキュッてやる。これは最強だってやっぱ思う。でも確かに不公平っちゃ不公平だから、まあね、この4本までとわさびだと思う。わさび1点掛けで汚ねえよ最初にわさび飛んで。俺でもパクチーかな。じゃ あパクチーね。じゃあ第1試合を練乳対パクチーにして、第2試合を梅肉対わさびにしよう。あ、はいはいはい、それではやってみよう。 Get ready for the next battle。とりあえず今この牛が憎いですね、ちょっと顔が。この練乳の牛が、ちょっとムカついてきましたね。これなんか、これでも匂いはそんなしないですね。あ、匂いどっちもしない。なるほど、はい、鼻レディの方完了しました。完了しました、はい、それじゃあとはもう同時に出すだけ。それじゃあ行きます。はい、よーいスタート。ちょっと待って待って、ちょっと待ってください。岡崎さん、ちょっと待ってください。やばいやばい、岡崎さん。うーん、あ、マジでやばいな。どうしました、岡崎さん。あー、これやばいですね、これ。ちょっと勝者だけ。でもこれ、どっち明らかに勝者は分かりました、これ。勝者分かった、はい、勝者はどっち。勝者、はい、パクチーで。おお明らかに違う。やっぱパクチーの匂いが来た。いや痛さですね。痛さが痛い痛い痛い。なるほどなるほど。あともう収穫がもうパクチーに持ってかれちゃってて、うん、練乳も入ってるはずなんですけど、練乳の匂いがほぼしないんですよ。もう、パクチーがもう右の穴まで回ってきてるから。口の圧勝、それは間違いない。なるほどなるほど、パクチーの勝ちと。 Get ready for the next battle。あ、梅肉色を持ってたより、あ、南高梅っぽいのかな、ちょっと大本命は。まあまあ、やっぱ王道なね、花、ね、レディの方。花レディで、はい、やだな、もう一回知っちゃったからもうやだわ。インできました、はい、はい、それじゃあいきます。第2試合、ラウンド2、よーいスタート。赤崎さん、赤崎さん、ちょ赤崎さん、ちょっと待ってください。はい、どっちですか。ああ、そうか、そう、勝ちはわさびが。赤崎さん、震えが。あ、ちょっと、あ、あやばいやばいやばい、わさびがやばい、わさびがやばい。わさびやばいやばい。もう梅肉じゃ話になってないじゃん。梅肉はもうほぼ感じませんでしたか。梅肉も痛いですよ。梅肉は結構出したと思っても残ってたんですよ、中に、うん、ああ。で、わさびは出し切ったんですけど、でも痛さはわさびの余韻が勝ってたんですよ。なるほどね。いや、やっぱわさびはやっぱすごいですね。個人的にいいですか、ちょっと、うん、あの勝ったパクチーとわさび、うん、今のが両方とも左穴に入れてるんですよ。この蓄積がダメージが。 Get ready for the next battle。それではね、決勝、はい、わさび対パクチー、どうですか、心境的には。心境的には変化はありました、やっぱ2試合やって。いや、やっぱよりやりたくないなって。なるほどね。気持ちが強くなるばかりです。でも、はい、泣いても笑っても最後だぞ。いやいや、泣きそうだし。そうだ。それじゃあ、花レディの方ね、させていただいて。もうやだ。それではいきます、はい、決勝戦、ファイナルラウンド、よーい、スタート。どっちだ。どっちなんだ。どうだ。どっちなんだ。いいっすか、言っちゃって。
それでは、はい、勝敗の方をお願いいたします、はい、勝者はわさびです。うわー、you win。 パクチーもやばいですよ。なるほど、もちろんちょっとやっぱレベルが違いましたね、わさびは。なるほど、桁がやっぱり違っていたと、はい、優勝者はね、わさびということで、ガラシ君、予想外れたと、はい、わさびのウィニングランという形で、はい、ちょっとやっていただきたいなと。一個提案なんですけど、はい、3位決定戦をやるっていうのはどうですか。最弱決定戦、なるほど。僕もとりあえずわさびはやります。赤崎的にはどう、わかんない、赤崎が分かるんだったらやんなくていいけど。いや、全く分かんなかった。全員やんのかよ、結局。マジかよ。でも赤崎のダメージを考えたら3回やってるから3回やってるから俺。 Get ready for the next battle。 花レディね、花レディもうそれ変えてもいいよ、別に。もうやりたくねえよ、マジで。花レディってなんだよ。なんだ、なんだ、あ、では行きます。 Round 4、 レディーゴー。うわあ、うわあ、これ3位決定戦ですよね。これ3位決定戦のリアクションじゃない、もう。これはすげえ、やばい、マジでめちゃくちゃ涙が出てしまう。いや、これもうダントツできた。あ、マジですか。あ、もう決まってる。はい、3位は梅肉です。びっくりしました、はい、あの、分かってました。はい、分かってたのかよ。いや、まだありますね、刺激が。マジ左からだけ涙が出てくる。赤崎これ3回やったんだ、これ。いや、そうっすよ。すごいね。それでは、はい、ウィニング、ウィニングはやっぱ赤崎さんにね。はい、不思議とね、あの、拳にも力が入る。これやばいわ、ちょっと待って、怖え。そして赤崎さん、ウィニング。これ怖い、ジェットコースター。ウィニングの方、お願いいたします。はい、僕が言いますか。赤崎さんが言いましょうか、じゃあ。はい、行きます。あ、これやばい。3、2、1、5。すごい、綺麗に。やばい、右目だけ涙やばい。いや、そうなのよ、片方からだけ涙が出てくるのよ。赤崎さん、大爆笑です。見て、やべえ、痛い。赤崎、ごめんな。赤崎、ごめんな。赤崎、ごめんな。世界が終わるまでは。あ、そういう涙だったの。本当、それ分かっていただいてよかった。赤崎に謝りたい。いや、よかったです。優勝者のわさびはいかがですか。いや、圧巻だね、これ。これは、うん、何でしたっけ、趣旨は。そもそもこれ趣旨は発案者誰だよ。ちょっと待って、僕も覚えてない。趣旨は、でもこれ趣旨はやっぱその最強を決めるっていうね、花チューブの。めでたいことなんだ、俺って。いや、めでたいことだったはずなんですけど。感情が関わってない、綺麗な涙が出る。今回の検証結果、ある意味全員優勝。